こんばんは。ハートありがとう。尊いもありがとう。お疲れ。結婚してありがとう。アイスもありがとう。レターもありがとう。こんばんは。中村舞です。こんばんは。お疲れ様です。アイスありがとう。ファンミーティングでした、本日は。ありがとうございました。ありがとうございました。アイスありがとう。楽しかったです。めちゃめちゃ。マジで時間が早すぎて1時間なんですけど、超早かったですね、終わるのが。ありがとうございました。アイスありがとう。 あっという間だったね、本当に。ありがとうございます。何やったか？いろいろやりましたね。結構トーク多めだったんですけど、そう。あとはみんなで歌ったりとか、結構いろいろやりました。ありがとうございます。またやってねって。ありがとう。いつもありがとう。あ、体調元気ですよ。そう、昨日は配信お休みしちゃって申し訳ない。ありがとうございます。元気ですよ。また開催したいですね、ファンミーティング。結構なんかファンミーティングは自由な感じなので、そう、よいしょ、はいはい、よいしょ。愛してる選抜羨ましすぎた。 あれね。 皆さんもちょっとドキドキするね、いろんな意味で ドキドキするイベントだったのかなって思います。ありがとうございます。ね、そうね、いろんな場所でできたらいいってのもありますし、まあ回数が増えたらいいですね。そうですね。あとはね、なんか前回も今回もなんかこういうライブハウス的な感じで借りて、みんな椅子に座ってって感じだったんですけど、なんかそういうのじゃなくても全然もう本当に自由な感じでできるっていうのを、まあ聞いてるので、なんか一番ね、なんか声をいただいたのは写真集の聖地巡礼ツアーがいいですみたいなのを言ってる人が結構いた気がして、いいですね。なんかそういう感じのなんか自由なこともやってもいいのかなっていうのはすごい思いますね。バーベキューも可能って聞いたことがある。バーベキューもね、いいんですけど、今回スペイベゼバーベキューあるんですよ、実は。スペイベゼね、なんかマイシングルなんかあるじゃないですか、スペシャルイベント。そう、それ今回バーベキューなんですよ、実は。まあ、でもバーベキューって感じは、もう夏って感じですね。冬はなんか寒そう。
わ、当たり、ありがとう。はい、ありがとう。何肉が好き？何肉が好きかな。全部好き。あんまり目つぶって食べたら何肉か分かんないかも。ちょっと分かんないかも。うわ、タワーもらった。元町さん、元町さん、ありがたま、ありがとう、ありがとうございます。いちご、いちごアイス。ありがとう、ありがとうございます。今日はね、あの菜の花歌うからね、あの菜の花色の制服にしたんだよ、黄色の。そうで、千穂ちゃんのベレー帽を借りてました。ベレーがかぶりたくて。編み外れてピエンです。次回またお待ちしてます。海外、あーなんか、あそう、今度クアラルンプール行くんですよ。 STU48 6名なんですけど、そう、8月です。8月のね、うわっ、3週目、18か、クアラルンプール行きます。マイキュープラスチャートリ、チャートリンさんにお邪魔しますって感じなんですけど、そう、初めてですよクアラルンプール行くの。そうなんですよ。チャートリー、多分チャートリーの千穂ちゃんとかは多分行けない。そうで、私がじゃじゃじゃんって入ってます。兼任じゃないです。違います。そうなんで、すごいですよ、2024は海外にめっちゃ行ってるよ。だって韓国にもう2回も行ってて、で今度クアラルンプール行く、クアラルンプール行くから、そうです、めちゃめちゃ海外に入国審査怪しまれる。そんなことないよ、ジョブ、ジョブできました。飛行機なんか長いって聞いたね。ってことは時差もあるわけですもんね。7時間長っ、いっぱい寝れるわ、めっちゃ寝れるわ、普通に睡眠超できるわ。確かにご飯も出るよね、超楽しみです。機内食食べたことあるよ。てか韓国に行くときさ、
今回の、その松山から韓国便は出なかったんだけど、2月に行った韓国は福岡から韓国行ったんですよ。で、その福岡から韓国便のやつはどっちも行きも帰りも機内食が出て、ですごいフライト時間は短いんですけど、でもその間に機内食が出てご飯食べました。なんか辛いチキンみたいなのが出て。深夜便だとね、もう睡眠ですよ。そうってのが決まりました。そうなんですよ。ココアさんに会えるかな。なんか変な感覚ですよね。だってクアラルンプールでねえ 久しぶりとかってなるの。なんかねえ、ありがとう。ちょっと楽しみです。なんかね、昨日もなんかいっぱい、あ、そうだ、あ、そう、写真集の広島の日程が決まりました。9月なんですけど、9月14だったかな、9月14日広島のタワーレコードさんでさせていただきます。広島が決まりました。土曜か。ありがとうございます。予約しました。ありがとう。広島以外はですね、東京と大阪がありますので、ぜひぜひお待ちしてます。関東は関東やるよ、8月の24かな。東京が8月の24で、25に大阪です。で、オンラインが23日にあります。そう、そこはその24、25はフラゲですね。フライングゲット 発売日が8月の27なので、ぜひお待ちしております。九州にもチャンスを。まあ確かに九州はなかなかね、ツアーとか以外じゃなかなか行くことは少ないかな。ねえ、確かに。自宅じゃないね、今日はホテルです。ファンミーティングが表参道でありまして、はい、今日は東京宿泊です。東京は梅雨が明けたみたいで、広島は明けたのかよく分かってないんですけど、なんか東京の方が多分先には梅雨明けしてて、超暑いです。やっぱ広島まだ明けてないんだ。広島まだ梅雨なう。東京はなんか梅雨明けしたってのは聞きました。なんかテレビとかでもさ、危険な暑さみたいなの書いてある。ありがとうございます。わっ、またアイスタワーをもらった。考えなしさん、ありがとう。いちごくま、ありがとう。だ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。
ちゃ暑いですよ。今日東京来たんですけど、暑すぎて、しかも人が多すぎてびっくりした。本当に東京駅とか、暑さ対策してないよ。でもさ、私絶対にずっと長袖着てるの。もうなんか長袖じゃないと嫌で、でだからめっちゃ暑くて、本当にね、暑すぎて汗だらだら、外いるだけで。クーラー、できるだけ室内夏はもう、ありがとうございます。長袖を肌のために、ってのもあるし、まあでもなんだかんだクーラーが効きすぎてるとこが多いからちょうどいいよね。くもありがとうございます。来週の幕張リリーベ野外だよ。そうなんですよ、めっちゃ暑いので皆さん気をつけてください。本当にめっちゃ暑いと思う。暑いよあそこはってだよね、暑いよね。いや前もねあそこでしたことがあるんだけど、いやその時は暑くなかったかな。いやでもね外はね絶対暑いよ。あれ真夏だったらやばいよ。今後ねフェスがいっぱいありますからね。曇るといいですね。あんまりあんまりは晴れるといいな、曇るといいな。確かに当たり、ありがとう、当たった、どうもありがとう。ね、みんな多分どんどん日焼けしますよ。アイスありがとう。ちょっとさテレビつけてるからさ、なんか顔、光で顔が顔色変わってる。何見てる？いや何も見てないんだけどね。あのつけてる無音で。何ついてるかな？これなんだろう？なんじゃこりゃ。今日はね、そうメイクがね、そうなんですよ。全部やってもらった。
なんかちょっとキラキラしてない？プレミアムシートも見送り動画撮っちゃう。で、そうだよね。ごめんね。まさかの全員撮れなかった。プレミアムシートの方がツーショットで終わっちゃったので。キラキラしてる。ちょっとチャンネルを変えてみます。お、転生したらスライムだったけん。これあれじゃん、ちほちゃんやってる今。ちほちゃんのあのあれでしょ、舞台のやつだ、アニメ似てます今。日テレさんね、今度舞台がある、千穂ちゃんの。そう、これのこれのって指さしてもちょっと見えてないんだけど、天すら。なるも、ありがとうございます。何か、何やってんのかな。脱力タイムズとかやってる。テンスラつけとこう。ただちょっと見たことがないんですよね。いや、見たことなんかちょっとだけあるんだけどさ、あんまりよく分かってない。リズハントありがとうございます。アニメの1期とか面白いよ。そうなの？これ3期なの？結構あるんだね。3期。そうなんだ。なんかすごい。いろんな人がいる。スライムがいる、スライムが。ピンク髪の鬼が千穂ちゃん、あのシュナーみたいなやつ。あ、これ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 って言っても伝わんない。ああ、まつ毛もピンクだ。何を話しとるか一本分からん。無音じゃけ。どれ、あれ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 、あのピンクの角生えとるやつ。楽がない。嘘。ショールームあるでしょう。うわ、アニメ最近見てないんですよね。なんか推しの子も2期始まったみたいな聞いたんですけど、ちょっとこうあれ、なんですか、溜まってから見ようかなと思って、一気見スタイルで、はい。ちょっと最近アニメ全然見てないですね。あとそう、千穂ちゃんが出とる、出とるっていうか舞台のやつ。アニメよりも最近はなんか
人間がやってるやつ人間がやってるやつが多いですね。見るな。ありがとう出品さん。中村舞です。秘密研修心です。そうですね、人間が演じてるみたいなやつ。最近あんまゾンビはね、もう見てないですね。いや、ゾンビも見たいんですけどね。うん、飽きたわけじゃないよ。なんか、なんやろね。なんかいろいろ結構見たんですよもう。でいやまだまだあるんですけど、果てしなくゾンビはあると思うんですけど、ちょっと一旦休憩。結構見た、コンプリートしたわけじゃないんですけどね。なんかアニメは青春とか恋愛とかキュンキュンみたいなのが好きなんですけど、なんか普通のなんて言うんですか、ドラマとか映画とかはゾンビとかそういう系がいい。なんかちょっと怖い系とか。ありがとう。ドロドロしたやつ見たりするよ。なんか女優さんを知っててその作品を見るんではなくて、その作品を見て女優さんを知るのが結構好きで、なんかいろいろと物語に引き込まれて、あ、このこういう役を演じてるこういう方がいるんだなーみたいな。なんかそう、なんかね、そう、知ってる女優さんだったらもうね、そう見ちゃうから。あとリアル味が増したりするんですよね。ありがとう。なんかいろいろとね、この作品良かったよって言いたいんですけどね、結構過激なの見てるんですけど、あんまりなんかなんか結構過激だから血とか出てきたりするから、ね、考察見るの見るドラマ、まあ見ないかな。ドラマ、いや見る時あるけど、目以外は、そう、目以外は平気、平気じゃないけど平気
やった。おきちゃんにファンクラブの件で聞いたそうですね。おきちゃんにいろいろ聞いた。なんかおきちゃんと同じアプリらしくって、ファンクラブが、え、わかんなくってね。なんかね、あのタイムラインってあるんですけどね、タイムラインの使い方が未だによく分かってなくて、タイムラインとさ、あのトークルームのアーティスト側は割と似たような感じなんじゃないかなってちょっと若干思ってて、なんか使い分けむずーと思いながら、なんかタイムラインってのがあるらしいんですけど、なんかまだちょっと使えてなくって、どうやって使ったらいいのか分かんなくって、むずい、よく分かってない。え、聞いたんよ、そう、おきちゃんにそれも聞いて、そう、なんかインスタみたいな感じで写真がこう、なんて言うんですか、こう一気にバンって見えるよみたいな言ってて、そう、流れないよみたいな、そのこうトークルームだったら流れたりするけど、むずい。でもなんかね、ちょっとね、難しくてね、アーティスト側が更新された時通知ってくる。え、どういうこと、どういうこと、更新された時通知来ない。え、みんなには行くかな。多分みんなには言ってる、私がアーティスト側に書き込んだら。うん、マジで難しい、難しいです。タイムラインは X とかインスタのような感じで、そうですよね、ちょっと使い分けがむずくて、むむむってなってます。わ、今日のもこれは、わ、どっちに駆け込めばよかったんだみたいな感じになってます。結構ね、トークルームはね駆け込みやすいんですけどね、探り探りって感じです。トークルームのファンの皆さんのコメントめっちゃあるけど全部読めてる。あ、読めてる読めてる、遡れるんで全然だし、私が投稿したら結構みんなリアルタイムで書き込んでくれるから、なんかね、使い分けがちょっとむずくて、でも本当になんかタイムラインはインスタみたいな感じって言ってた。今ニンニク油マシマシ辛め頼んで緊張したってすごい報告よく言えたな私はね、もうね、食べたくて、ご飯が食べたくてしょうがないんですけどね、もうちょっとね明日がね、もう朝から晩までずっと撮影なんですけど、結構衣装的にもちょっと今我慢してて、結構もう今ペコペコなんですよ。ご飯ちょっと食べたんですけどペコペコすぎて、もう絶対に終わったらラーメン食べてやるってつもりで今日は頑張って寝ます。むくみ防止、むくみ防止もあるし、もうお腹が出るのも嫌で、なんかね、我慢すればするほどお腹が空いてくる。
いいな、なんかうどん食べた、今から鶏天弁当食べるって、はい、疲れやねかった。明日の午後ラーメン食べます。お、私もじゃあ明日の午後ラーメン食べます。ラーメン2杯食べました。あん、皿うどんでした。あんドーナツ食べました。原宿でローストビーフ丼食べたよ。ファンミの帰りラーメン食べました。明日はカレー、今日ラーメン食べた。みんなラーメン食べとる報告会、みんながラーメン食べてます。本場の二郎食べてほしい。行きたい。え、本店見た。いやね、ラーメン二郎はね、え、何時までやってるんですか。間に合わない気がする。あんま長いことはしてないよね。甘々のチョコ食べてます。油そば食べましたあ、ホイコーロー定食食べた。ラーメンと天津飯食べた。うーん、日高屋行きました。いいね日高屋。慶応大学のすぐそばだよ。え、何？すぐそばだよか二郎行ったことない。ラーメンとライス食べました。今から牛タンを焼きます。はあ、お弁当、ラーメン、みんなラーメンの人多くない？なんか夜食用意してない？え、用意した。牛乳、私の夜食牛乳です。なんか牛乳ってなんかいいんですよね。なんかわかんないけどなんか乳乳しくって、なんか私の中で避けるチーズと牛乳を一緒に食べるのにハマってるんですよ。なんかもうどっちも乳乳してて、もう牛乳チーズみたいなしかもね、なんかその2つの組み合わせめっちゃ合うの。なんか美味しいんですよ。お腹壊す。確かに食べ過ぎたらね。ありがとう。そう、乳製品。え、めっちゃ合うよ。やってほしい。今の時期バッグにチョコは入れないで。なんで私がバッグにチョコを入れてることを知ってるんですかしかもさ、私さっきコンビニ行ったの。コンビニ行って普段あんま買わないんだけど、なんかチョコ買ったので、そのチョコ、うわー、もう明日現場でどうしてもお腹空いたらこのチョコつまもうと思ってさっきカバンに入れたんですよ。怖い、ドロドロになるよ。そうだよね、ドロドロになるけど、なんかね、溶けるかな。ね、板チョコみたいなの買ったんだよね。ダークミルク。え、美味しそうだよね。なんか化け買いした。なんかね、このミルクがこの飛び散ってる感じ、このチョコの周りをこう、これに惹かれたんですよ。私は
ミルクみたいな、そう、そのなんか気持ちが乳製品で、牛乳だ、避けるチーズだってこれ見て、ここ ミルクみたいな、ここにもミルクだって買いました。苦い、え、苦いんかな、ダークってついてるけん苦そう。冷たい飲み物と一緒にしてたら溶けないかも。確かに一緒に入れてたらね、このこのさ、ミルクの感じめっちゃ美味しそうだよね。リボンみたい。ありがとうございます。パッケージで買っちゃったわけなんかさ、このさ、ちょっとさ、なんていうん、高級感ない？しかもこのギラギラかな、なんかちょっと高級感あるさ、板チョコって感じせん？なんで買っちゃいました。わ、これ1個食べたら403キロカロリーもある。ゴールドね、めっちゃ輝いてます。牛乳は何買ったの？美味しい牛乳美味しい牛乳です。美味しいんでね、ありがとうございます。カルシウム摂取しなきゃ。アイス買ってないよ買ってないですよ。もう食べないように歯磨きした。リテーナーつけてる。本当ありがとうございます。マウスピース、そうなんです。あと今日は絶対にお風呂に浸かると決めている。ありがとう。もう絶対に明日もう肉肉しいもの食べよう。絶対絶対に。ラーメン食べたい。焼肉食べたい。何ラーメン？もう二郎系しか勝たんになってしまって最近やばいよって。この間サウナに行った時に気になって血圧測ったのよ。そうで見たら全然正常値だったんだけど、なんか響くよね絶対今後に食べ過ぎたらちょっとね、
数値いくつぐらい、いや覚えてないんだけど、な何歩だったか、上が107とかで下は、え、もう忘れちゃった、何だったっけな、でもね、なんか積み重ねだろうからちょっと気をつけないとね。寝起き悪そうやな悪いよ。アイスありがとう、アイスありがとう、めっちゃアイス、アイスアイス、すっごいアイスがいっぱい来る、ありがとう。低血圧だから、え、じゃあさ、高血圧になった方が寝起き良くなったりする？そんなことはない、そういう問題ではない、なんか低血圧イコールさ寝起きが悪いみたいになるけどさ、そんなことはない、それは間違ってる、まあそれはない、あるかも、当たり。え、待って、これさ、アイスタワーもらった、私アイスプレゼントタワーみたいな、 ありがとう、東京のスワンさんかな、ありがとうございます、ありがアイスタワー、ありがとう。ありがとうございます。アイスアイス。来週もったらラーメン食べるやろって、本当にな、何我慢してるんだよ食べないよ、もう明日の朝がすごい早くて、そう起きれる気がしません、かといって寝れる気もしないです、あのね、なんかね眠れないんですよね、そのすぐに夜、これからお風呂入るよ、メンバーポストでよく見かけるけど、今年上がり氷食べたんかい、あのね、おきちゃんとね東京でね、なんか韓国のかき氷みたいなやつ食べたんだけど、それぐらいかな、かき氷食べてないな、食べたい、それぐらいだな、そうきな粉がかかったやつ食べたんですよ、きな粉とお餅のかき氷すごいもう大量、かき氷ね、私さよく寝起きでかき氷行ってたんだけどさ、昔一人とかでも全然行ってたの寝起きで、でも水分カラッカラだから、かき氷で最初摂取して、かき氷であの水分補給、全然寝起きで行ってた、朝
起きて、でかき氷屋さんがオープンしたら、よっしゃーって行くかーって言って一人で行って、一人で黙々と食べて、でかき氷を食べたら、甘いやつ、甘いかき氷食べたら今度食欲が湧いてくるんですよ。なんか甘いものを食べたらめっちゃご飯欲が来るんですよ今度。わあ、なんかご飯食べたいって今度気持ちになって、なんかデザートとかじゃなくって、そう、なんかご飯に行くまでの間に挟むものみたいな。一人で行った。なんか結構今日一人で行くんですよね、いろんなところ。ありがとう。一人焼肉はあれしかないよ、焼肉ライクしか行ったことないよ一人焼き鳥はあるけど、一人焼肉は焼肉ライク。でも焼肉ライクってさ、一人焼肉専用って感じのところだから、結構マジで行きやすくって、そこぐらいかな、焼肉一人で行ったのは。うん、超なんかもう一人前みたいな感じで来るから行きやすい。もうあれは一人焼肉専門店って感じのお店です。ご飯ありがとうございます。一人居酒屋あるよ、行ったこと。うん、あるある、一人で行って、うん、あるだから一人で全然飲食店入るから、一人まるまるは全然ある。ただ量が食べれないんでね、あんまりなんか全然頼めず終わる。なんかお腹いっぱいになるんですよすぐに。そうそう、一人寿司、あ、回転寿司ならありますね。一人寿司はあります、あります。なんかどこだったっけ、はま寿司かな、わかんない、一人で行きましたねそれはあるな。何ですか、カウンターで食べる。ゲーセン一人でしか行かないレベルでって感じですね。いや、メンバーと行ったりもしたことあるんですけど、待たせちゃうのが嫌なんですよね、申し訳ない。ありがとう。一人旅は行きませんね行きませんね。一人遊園地ないですね、行かないですね。一人旅も行かないです。そもそも旅に行かないんですよね、あんまり。そうなんですよね。ありがとう。一人ボーリングもしないな。ボーリングにそもそも行ったことはまああるんですけど、あんまりない、その回数的には。人からなら多いけど。一人で良かったことは、なんか
待たせないのと気を使わない気を使わない、一人外食めっちゃする。一人プール？プールはね、ないですね。一人で泳いだけど、お姉ちゃんが見てたみたいな、保護者席みたいなのから見てたとかだったらあるけど、食べてる時寂しくない？うわー寂しいって感じる時もあるけど、基本なんか見たりするからあんまかも。もう誰かと話したい時もある。買い物も一人？うん、一人かお姉ちゃんがいい。入りたいお店に、あ、ここ寄っていいっていうのが言いづらい、なんかめんどくさいっしょそう、姉貴には言える。おきちゃんと、あ、でもおきちゃんとご飯をよく行ってましたね。そうですよ、おきちゃんが卒業しちゃったから、へー、ちほちゃん、ちほちゃんはよくでもご飯食べるかも。うん、最近は会えてないけどね。しほちゃんはティフぐらいかな、また一緒になるって言ったら。東京駅の油にそ、マジで美味しいよ。なんて名前だったかな、忘れちゃったんだけど、あの油そば、マジで美味しい。しほちゃんに連れてってもらったんだけど、東京駅の地下にあるので、なんかその付近もマジラーメンだらけだから気をつけた方がいいよ、みんな。もうあちこちなんかもう心惹かれるから、もうラーメンラーメンって感じ。もうラーメンが密集、うまいラーメン屋密集したみたいな。チーズ、いやチーズね、あ、なんかね、そう、あんまりラーメンにチーズ入れんけんね、合うんやね。誘惑多いよ、すごいよ本当にマジで。なんか私は千穂ちゃんになんかうまい油そばがあるって感じで連れてってもらったんですよ。でいざ着いたら本当になんか
まあ、油そばはあったんですけど、その周りにマジでラーメン屋がめっちゃあったんですよ。もう固まってて、もう二郎もあったし家系もあるし、もう本当にもうラーメンラーメンラーメンって感じで、でも私はってなって、本当にあのどこに入ったらいいのか分かんなくなるぐらいあるラーメン屋さんが。あのさ、あっち側にあったよ、東京駅のね、あのねなんだっけあのね、なんだっけ、東京駅の八重洲、なんていうんかね、あの大丸、あ、大丸かいね、なんか分からんけど、あのいろんなお惣菜とかが集まっとるとこの方、八重洲の方の方の地下、あ、そうそうそう、東京駅のあの外からエスカレーター降りてって、いや分かんない、大丸とかがある方、あ、大丸って言うんかいな、分からん、なんか八重地下、八重地下っていう名前なの、そう、大丸ある方の地下、そう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 、そっちの方にね降り立って、なんかあのこう行ってこう行ってこうここら辺でこうポッポッポって行ってみたら出てくるから、え、八重地下って言うんだ、あの東京駅の中入っていく地下じゃなくて、そう、あのタクシーとかタクシー乗り場とかある方の、わかった？そうやって行くんだよ。一日店長したところへん、いや違うんだよ、一日店長したところへんじゃないよね多分、なんかよく私分かってないんだけどさ、地下つながってないよね、あそこ、そっちじゃない方、だと思う。あ、つながったの、あの地下って。あ、そうなん。あ、少し歩くだって。え、つながってんの？え、なんか、そうなんだ。全然わかんなくってさ。つながってました。あ、え、なんかその何ですか、東京駅の中の地下でもラーメンストリート見たなと思ってて、ラーメン横丁わかんない、でもさ、なんかこんなにいろんなところにラーメンのお店があるんやって思ってたら、あれ一緒なんかな、つながっとんやね地下で、あんまよくわかっとらん、なんか難しいです。でもね、千穂ちゃんは本当にもう多分道を覚えるのも得意なんですよ。だからこっちこっちこっちって本当に迷いもなく連れてってくれて、私はただついていきました。ほい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 何もしてない調べるとか一個もせずにこっちよって、はい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 、千穂ちゃんね、すごい、そう、あの道を覚えるのが早いんですよ。なんかあの例えばホテルとか泊まってて、で一緒にコンビニ行こうとかなって、ちょっと遠いコンビニに行ったりするじゃないですか、もう帰り方がもう分かんないんですよ。でも千穂ちゃんはついてきてって言って、こっちだよこっちだよみたいな感じで、本当にめっちゃ道を覚えるのが早くって、本当に私はこう待ってくださいねってマップ出しますねとかって言って、マップ出そうとしても私は覚えてるから大丈夫って感じで
そう、すごいな。しかも割と長い間の道も覚えれる。その近距離じゃなくって長距離。アイスありがとう。私めっちゃ迷うよ。室内でも迷う。だって今日だってさ、今日行った会場でまずステージに行って、楽屋からで、そのステージから楽屋ってどこですかいねーってなって、楽屋の場所を聞いて、で楽屋まで連れてってもらって本当に室内でも分かんなくってなんか違うよみたいな、そっちじゃないよみたいなのをよく言われるんですよ。常に方向が分かんない。ありがとう。もう時間だって57分。え、この時計合ってんのかね。58？ 合ってないね、これ。今これ50、あ、58、今になった。ちょっと壇上呼ぶね。山道さん、マカロンさん、フレッシュメロンさん、きなぺこさん、パフィンの重さ 1…パフィンの重さ1トンさん。あ、待って、壇上変わった？ちょっと待って、あれ待って、マクアラホンさん、フレッシュメロンさん、きなぺこさん、あれ、パフィンの重さ1トンさん、エムケンさん、クマネーパッパさん、月おじさんの黄昏さん、うん、タニタニさん、クルミナルさん、タメデスさん、東京のスワンさん、元町さん。1位はドルルルン、考えなしさんでした。ありがとうございました。皆さん、明日は土曜日です。土曜日なんかお休み、花金やん。みんなありがとうございました。おやすみなさいませ。ありがとう。今日はツインテールでした。じゃじゃーん、また明日。おやすみなさい。またね。ラブ。